いきましょう。あ、なんかちょっとさっきよりも難しいのか。宝箱じゃない。特に宝箱があるわけではない。ちょっと俺も配置適当で始める癖や直さない。僕の出番のようだな。よし、まずはアローで確実にやっつける。いや、ローレンツがマジで強え。この僕に勝てるはずもない。ローレンツがマジで強え。半端じゃなくなってきた。俺これローレンツ死んだら普通にショック受けちゃうかもしれないよな。とりあえずど真ん中にイグナーツぶち込み作戦。焦らず戦おう。おい、倒しちゃうんか。いい勝負ができた。まあ、クロードにもスイッチ入るといいか。うまくやったものだ。私ですか。逆に行かせてくれよ。違う。こいつら全員イグナーツで引き寄せて。私に任せてください。まあ、こんなもんじゃな。私ですか。はい。あ、なんかした今。今何かした？さらに。え、今何かした？今何かした？ピクリともせんかったな。確かに重装特攻とかいたら一気に殺されちゃう。削るだけ削って、あとは俺たちに食わしてくれる聖人イグナッツ。だせに犯人なだけはない。西山ちゃんと強いね。私強いの。何、うん、魔人の一撃。なんじゃそれは。鉄の弓で一発もらって、でラファエル食わしてもらいな。あ、ヘイ悪いな、手加減できなくてよ。フレンちゃん行くかい。参りましょう。フレンちゃん行くかい。フレンちゃん、こいしいよ。いいよ、フレンちゃん。よし、私、勝ちましたわ。フレンも別にレベル高いんだよ、みんな。なんか別にこんなゆっくり進む必要もないんだけど、俺はちょっとあのイグナーツが全員受け止めてるところが見たすぎて。さあどうするんだ。全員を受け止めるイグナーツが見たすぎて。何かしたのかお前は今。何かしたか。なんだい、なんだい。イグナーツを突破したかったら戦車でも持ってくるんだな。さあ食っていいよ。これでよろしくって。まず当たんないし、当たっても効かねえし。なんなんだこの化け物。ガンダムかこいつ。んで、
まあ、この子たち壊させてもらう。努力の量が違います。いいね。さあ来い。あーちょっとリシティアちゃん伸び悩んじゃってるかな。早くソードマスターにしたい。ベルナで。もう私は十分ですよね。ちょっとベルナで伸びがね、伸び悩んできたね。ちょっと久しぶりヒルダの一発見てみるかい、みんな。ズガン。ズガン。はい、ヒルダちゃんの勝ち。ヒルダも半端ねえわ。ちょっとレオニーと、まあ、ローレンツいますか皆さん。でこっから当たるんだぜ、だってまず。でライナーでこっちで一発。ビビるわ。格が違うのだよ。魔力上がれ。あーまあまあでも守備上がったのはいい。でも力がもう上がってもしょうがないんだよな。さあ届いてないか。まあおびき寄せちゃうか。やべえ、イグナーツにハマっちまう俺このままじゃ。どうしよう俺このままじゃイグナーツのこと好きになっちまうよみんな。俺たちの面白キャラだったはずのイグナーツが。ほっ、完全も当たる。あ、いいね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 。ベルちゃん、もうちょっと守備が上がればね、文句なしなんだよね。俺の勝ちだな。いや、マジで感慨深いわ。イグナーツの成長っぷりは。トロンで倒せない。リザイアもどうだ。リザイアもダメか。まあいっか、一発弓がぶちかまっての。ベルちゃん今アーチャー。確かにね、ロイヤールとイグナーツが一番今使われてるかもしれない。今一番強いんじゃないかこいつらが。何なんだ一体。経験値がする。まあ、これで鉄の指で。いや、冷遇したから俺強くなったと思うよ。あの、うわんだこいつの成長率は。化け物か。レオニー覚えたぞ名前。すごい。お前の名前覚えたぞ。半端ねえな。7ピンだってよ。あ、やべ、ちょっと魔法使いが今イグナーツを狙ってる。ちょっと待って、イグナーツ魔法使いの攻撃も4しか食らわないんだが。4しか食らわないんだが、そも4しか食らわないんだが。
七つの剣士。この経験は糧になる。はあ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 。おルナティックでよかったんじゃないのか。しかもマリアンヌが今ちっちゃい声で使いたい。かわいいな。なんかしたのか。食っていただきます。あ、壊れちゃうな。ははは、意地でも俺がとどめを刺すと。やった、やりましたよ。感じの成長は。はあ、また強くなる。その調子だ。言うて別に能力値的にはそんなに強くないんだよ。いや面白いわい、みんな強くなってる。いや、まあアーマーナイトだから基本的に速さはそんな伸びないでしょ。だからそれでいい。お、さあみんな呪術戦だ。みんなで飯食おう。うめえな、これ食ってる時が俺は一番幸せなんだ。おいしい、誰が作った。いいね。さあイベント始まるよ。よくやってくれたな。あ、ルミール事件だ。ありがとうございます。王国の若者たちつも入った。で上級試験はレベル20以上か。まだ遠いな。7個がようやくって感じか。ちょっとリシテを早く20まで持ってってソードマスターにしてあげたい。つかリシテも別にマスターしてんじゃん。なんか明治の職種。まあいっか、プリーストにするまでもないな。他なんかマスターしたやついる。7個があれか、盗賊マスターしてんのか。まあでもこれもまあいいな。他マスターしたやついる。特にはいないか。うん、いや、フレンのペガサスナイトも熱いは熱いんだがな。ちょっといろいろ減ってきたやつを回復したい。ちょっと俺頑張ったやつにはちゃんと見返りをあげたいと思ってるから。頑張ったやつや頑張ったやつの分だけの見返りを俺は渡していく。まず鉄弓買っていいでしょう。でイグナーツお前に特別に、そうね、まず鉄のものを買ってやろう。そしてテオノを買ってやろう。喜ぶ。飯は行かない。飯行っても楽しくないから。飯はいかない。お茶会も行かない。飯は行かないよ。イグナーツの顔見ながら飯食ったらまずくなるでしょ。飯が。やめろよ、そんなこと言わせんの俺に。なんでそんなこと俺に言わせんのさ。鍛冶屋でなんか鍛えてえな。なんか鍛えたいな。どれ一番使ってるかな。ラファエルの鉄のコテが一番使ってんだよ。イグナーツの鉄の斧をちょっと強くしてやら。あ、
キラークスじゃと？へえ、こんなんになるんだ。へえ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 、思ったよりも楽しい。あ、キラークスちょっと欲しいな。あ、ちょ、キラー棒が欲しい。ベルちゃんに買ってあげよう。何、指導レベル B 以上で買え、あー、なるほど。え、でも玉光って残しといた方がいいかな。玉光ってもったいないかな、使うの。でもキラー棒欲しいよね、絶対ね。いや、キラー棒し残しといた方がいい。あ、分かった、残そう。魔法水晶も残した方がいいんじゃない、これ。もったいながりなんだな。代わりにベルちゃんなんか普通に強くしてあげよう。よし。俺がキラーアクスの餌食になる。なんでみんなそんなひどいことが言えるんだ。修理したいな。うわ、修理にダークメタルとか必要なんだ。さあ、じゃあ空行くか。行くよみんな。グロンダーズ呪術戦でございます。てかさ、推奨レベルと比べて俺らレベル上げすぎじゃない？推奨レベル13なんだけど、俺らもうなんかレベル16とかあるんだけど。ここがグロンダーズ平原。剣休養です。なかなか愉快な戦場だとは思わないか。そうだね。兵を伏せる場所。うん。狙い目はあの小高い丘だよな。火はダメだ。分かってるよ先生。火は危ない。先生がうまく俺たちを動かせば、皇女様も王子様も敵じゃないって。あれ、先生、クロード君、何を話してたの？クロードのことだ。どうせろくでもない。かっこいいよね。クロードかっこいいけど、さっきのこらえのせいでハットリしか見えなかった。じゃないか、ローレンズ。俺ってやつを理解できてきたみたいだな。勝ち負け勝ってジェラルド師匠に。成長したところ。いや、今違う。今わざとじゃないよ。今わざとイグナースだけ飛ばしたんじゃないよ。違うんだ今。違うんだ今は。クリックしてしまっただけなんだ。力を尽くして。そんなひどいことはしないけど。あの、皆さんの足手まとい。可愛いマリアンヌ。こっそり。ダメです、マリアンヌ。学級が一丸となって戦うのが呪術戦の精神なんですからね。いいことしか言わねえなリシティアはな。頑張れ、私がちゃんとみんなのかっこいいところ見ててあげるからね。よし、それならいや、いいな、うちのメンバー顔一人で制圧してそこから眺めててくれ。コスコスコスコだわ。そろそろ回線の時間だな。おい、なんでこいつ軍技を始めると。俺が言いたかったわそれ。セリフやめろよ、とんなよ。俺が言いたかったわ軍技を始めるってやつ。取るんじゃないよ。副官のくせに思いつかなかった。いや、もう喉まで来てた。軍技の具が、軍技の具の字が喉まで来てたのに。さあ行くぜ。ユニット選択。あっ、不在になるんだ。ツリルとカトリルと。アネットも呼べないんだ。副官誰にしよっか。副官フレンでも回復できるからな。ラファエル副官でいいや。違う。ラファエル副官でいいや。ラファエルなかなかレベルも上がんないし。
フレ入れよう。これでいいや。さあ本日一発目、ほう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 、なるほどな。まずこの橋をな、敵が来るわけでしょ。まあここ、こういう時に役に立つのが、さあ皆さんご存知、あ、こっちにも敵いるんだ。あ、ていうか三者三様で来るのね。じゃこっち側で受け止められるやつも必要は必要なんだね。じゃあこうかな。うわっ、ソシアルナイト、ちゃペガサスナイトも来んじゃん。じゃあこっちはもう魔力いすぎてもしょうがないな。そうだな、クレーンちょっと下げのにしてや、まあ、レオニーを後ろからでも取れる。ああ、ほういるね、ヒューベルトだの、カスパルだの、エーデルガルトだのがおるの。ただなんかアイテムとか置き忘れとかないかな。ま、全員食らわせてもらいましょうや。相手は先生出張ってないから実況者7個動かすな。分かった、ちょっとじゃ実況者7個の力は基本借りない方向で考えとこう。じゃあラファエルは誰の後ろにつけようかな。一番戦いそうなやつのよ、やっぱイグナーツラファエルコンビじゃない。やっぱそうだな、イグナーツラファエルコンビだな。イグナーツある、よいるところにラファエルある、相性良さそう。俺はちょっと実況しろで、アイテム持ち物整理で、イグナーツにはテオノを持たせてやりてんだよな。鉄のあれのこれも減ってるから、テオノ1個足しの鋼の斧1個置きの鉄の剣預けの、よし、てん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 、ルル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 ン、てん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 、オッケー、行きましょう。ここでうっかりロストしてパリーンやったから気をつける。ありがとうみんな。いよいよ呪術戦が始まる。ここちょっと前半の山場ね。鍛錬の成果を存分に発揮してくれ。優勝学級には大いなる名誉だけじゃなく、賞品も出るとか出ないとかって話だぜ。にゅん。さて、そろそろ布陣開始の刻限よ。みな、心の準備はいいわね。お、いいね。始まったね。ちょっとさっきの七子は動かさねえわっていう。恨むなよ、手加減ができるほど器用ではないんだ。さっき今の口約束は俺早々に破る可能性あるわ。やり方は自由だ、勝ちゃいいんだろ。あー、エーデルガルトラッキーにすればよかったかな。かわいい。何が起ころうともね、しゃべれ実況者なんだったら。始めよう。進軍せよ。進め。いいね、いいね、いいね、いいね。お、いいね、いいね、いいね。でん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 。他の学級より多く敵を報酬獲得します。へえ。なきゃいけないの、俺たちの方が多く。あー、なんだ、じゃあ俺基本的に抜けます。ための一手が俺なんだけど、ちょっと
ガン攻めに変えるか。てかここ仲間同士で戦うんじゃないんだね。じゃあ私ですか。これなんか敵に別の学級と戦うのかと思ってた。引きこもっていたい人生だったのに。さあ参りましょう。ガン攻めで行きましょう。え、そうなの？どっちだ。ぼちぼち動くか。さあどうするんだ。私に任せてください。焦らず戦おう。さあ行きましょう。なんだその砲台。何かしたか今。なんで弓持ってんだよね。なんで弓持ってんのイグナーツ。お前はさあこういう大事な時に。アドラークラッセとヒルシクラッセが戦闘を始めたか。帝国兵デガちゃんのところか。なるほどね。こいつがもういや強っ。ええうちの子強っ。え食らへんねんけど。あ強っ。カメラの向き見にくい？ちょっとめっちゃドアップに行こうぜ。ガッチェめっちゃいる。あーぐちゃぐちゃな。わけわかんねえやこれ。ぐっちゃぐちゃ。デン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 。これでやったらもう一生かかんじゃないこのゲーム。引き寄せたいね。とりあえずあの上を取ったものが勝つから基本的にこういうものは。俺は知ってんだ。こういう戦争が高いところを取ったものが勝つから。カメラの向き見づらかったら言っていいよ。俺よくわかんねえからさ。全然あの俯瞰が一番見やすいよ。これ卑怯だよな、いきなり上から攻撃してんの。おい、誰にも食わせねえぞ。殿下、俺が出ます。アドラー出た。ではデュデュやべ、めっちゃ敵入り回ってんじゃん。ワクワクするね。いいぞ。お、アーマーナイト兵団いるじゃん。早くうちのアーマーを見せてやりてえな。ちょっと人が多くなってきた。ちょっとうちだけなんか動きが下手な感じがする。なんかでもやべえやついるな。ちょっと待って、ちょっとさ、意外と強くねえか。意外と強い気がしてきた今回の敵は。
意外と強いのでは、もしや。まずは一撃でナイスベルナデッタ。うわぁ、うちのチームに来てくれただけのことはある。いいぞクロード。さあどうなる。おい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 、笑わせてくれよんな。へえ、ここベルスカウトしてなかったらここにいんのベルだったんだって。へえ、よかった、うちのメンバーにいてくれて。ああ、よかった。